石狩博物誌140よりクジラの地名広報石狩201511月号掲載文石狩砂丘の風資料館石橋貴夫学芸協力員今はアザメイの改正などで一部しか残っていませんが石狩市付近の海岸にはよりクジラに関係する地名がありました。よりクジラとは何らかの理由で浜辺に漂着するクジラのことです。地名は厚田区押子と石狩浜新港東4丁目銭箱5丁目の4箇所にありました。このうち石狩浜を除いてアイヌ語に由来する地名です。まず厚田区押子とはアイヌ語のおそろこちお尻のくぼみが元の形でしょう。これはすり鉢状の地形についた地名で、伝説では神様がクジラを串に刺して焼いていて、串が折れ、弾みで尻餅をついたからとなっています。これは間接的ですが、よりクジラに関係する地名でしょう。次に石狩浜の地名で、ふんべおまいというのがあります。ふんぺ、おま、ない、クジラのいた沢が元の形だったと考えられます。これは文政4、1821年の伊能忠敬の伊能図に記載されているもので、従来あまり知られていなかったものです。クジラ塚、新港東4丁目は、明治半ば頃から地図に掲載される日本語の地名です。今も三角点の名前として残っています。クジラを祀るクジラ塚は道内では珍しい存在ですが、よりクジラがあり、ここにそのクジラを祀るクジラ塚が作られたためできた地名でしょう。銭箱五丁目にあったふんべおまいは、このほかにへんべむい、ふんべむい、ふんべこえなどとも書かれる地名です。石狩浜のふんべおまいと同じく、ふんぺおまない、クジラいた沢が元の地名であったと考えられます。この地名は、嘉永に1849年の絵図に、へんべむい小丘番屋と出てくるので、この頃からの地名だと考えられます。最終的には、ぶんべ越えの漢字となり、その後、銭箱5丁目になりました。